はい。えー、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。箱館記念、えー、2日目になりました。えー、優秀戦を中心に予想したいと思います。はい。えー、まず概要です。えー、12レースを優秀はですね、えー、新山の番手にいる、えー、姿の、えー、抜け出しを予想しております。で、他に、あのー、 二次予選は、あの、ここで、えー、予想します、えー。9レースは高木に乗る安倍の抜け出しですね。はい。えー、そしてですね、11レースはもう、えー、村上義弘が、あの、藤井翔吾に乗りますんで、えー、番手まくり気味に抜け出して、えー、まあ、絡んでくるんじゃないかなと思います。それではですね、12レース優秀戦について、 えー、詳しく説明したいと思います。はい、えー。12レース優秀戦はご覧のメンバーです。はい。えー、こちらですね。4分戦とはなってますが、えー、4人、北日本が4人結束ですね。であと、 えっと、群馬。それから岐阜、岡山の根性ライン。で、えー、っと、千葉の和田健太郎が短期です。で、えー、選定を、そうですね、バック回数は竹内が一番持ってます。えー、スタート回数、これですね、バックホーム、えー、スタート回数なんですが、えー、っと、まあ、バ ホームは竹内新山この2人が抜けてますよねまあもとバックだけでした姿があ姿も2桁なんですがホームになると6回と激減するということはまあ,あの3番車の木暮同様後続距離がそんなに長くないんじゃないかなという感じはありますでスタート回数に関しては斎藤利伸が3回でトップなんですが 他もは2回とか1回とかありますんで、それほどあの意識しなくていいんじゃないかなと思います。前を取るのはち,ちょっとこれ難しいですね。1番車を新山が素直,素直に取ればいいと思いますし、まあ、2番車は和田が取るかもしれない、えー。まあ、先方的には木暮れが取ってもおかしくないし、 というところじゃないかなと。まあ、チューブが結構取るシーンは多いんですが、竹内はあんまりそういうシーンはない。で、最近、まあ、おさい先行で実績上げつつあります。えっ、ー、と、初日の特戦もなかなか良い粘りでしたし、落ち着いて走れてるなっていう印象が竹内にありますね。やはり、えっ、ー、と、このレースは、 そうですね。竹内が、まあ、先手を取ろうとはするんだけれども、えっと、もし新山が前受けならば新山が突っ張るんじゃないかなと。で、もちろん、あの、竹内が、前を取っても、もう早めに新山が叩いちゃうでしょうから、結局は北日本が先手を取っ,取った結果、 やっぱりその番手にいる姿が絶好になって抜け出すんじゃないかなと思います。で、姿の後ろには佐藤慎太郎がいますし、そうですね。この97が本戦になってくるんじゃないかなと思います。で、まあ逆転があるとすれば、 えー、着ぐれじゃないかなぁとは思いますね。えー、まあ縦の、まくりなど、縦を切れもありますしね。中断取れればチャンスあるんじゃないかなと思います。で、あとはやっぱり怖いのが和田だと思います。えー、短期で、えー、 切れ味発揮した時の突っ込み。で、新太郎を含めてかわしてしまう目だと思います。え、えー、っと、うまく、新山も調子いいですからね、一応残しときたいと思います。というわけで、えー、っと、まあ、97を、えー、本戦に、えー、 逆転ありそうな9339。キグレとの9339。それからですね、新山の残り目。えー、和田の突っ込みの9192。えー、こちらで、えー、行ってみたいと思います。はい、えー、っと、説明は以上になります。えー、っと、ゲーム動画で行こうはですね、 えとまあ、いつもの通りなんですが、えー、まだチャンネル登録されていらっしゃらない方はしていただくと非常にあの助けになります。嬉しく思いますので、えー、よろしければお願いします。またですね、えー、高評価、またですね、えー、SNS などで拡散していただいても非常に嬉しく思いますので、よろできればよろしくお願いします。 ブログ、ツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。最後20秒で関連動画、関連プレイ、動画プレイリスト、この画面に流れますので、お時間がありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。函館記念、経理、2日目、優秀戦を中心にお送りいたしました。 ゲーム動画でいこうでした。